それではこれから大野さんの発表を始めます。タイトルは Python で Qプロ仕様、入門者が知っておくべき高速化チップスです。発表時間は質疑を含んで15分です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。では、大野さん、ビデオをオンにしてから読み上げてください。すいません、スタッフの方にお伺いしたいんですけれども、はい、読み上げ事項も画面共有した方がよろしいでしょうか。読み上げ事項は、の後で画面共有でお願いいたします。あ、承知しました。はい、それではスピーカーの読み上げ事項を読ませていただきます。私の名前は大野耕作です。発表のタイトルは Python で Qプロを使用、入門者が知っておくべき高速化 Tips になります。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。また、発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動期間にも同意いたします。はい、では大野さん、画面共有をしてください。はい。見えますでしょうか。はい、見えます、はい、大丈夫です。そしたらもう発表を始めてしまっていい感じですかね。6時スタートで、はい、6時スタートです。あ、承知いたしました。なので、あと1分ほどお待ちください。はい、承知いたしました。それでは皆さん、大野耕作さんを拍手でお迎えください。はい、どうぞ。はい、それでは発表を始めさせていただきます。僕は Python で Qプロを使用、入門者が知っておくべき高速化 Tips という題名で話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、今日の内容なんですけれども、ざっくりこんな感じで、いろんなことを紹介しておこうとしていこうと思うんですけれども、まず最初軽く自己紹介をさせてください。名前は大野耕作と言います。現在株式会社ナウキャストというスタートアップ企業に所属しておりまして、データサイエンティスト、データエンジニアとして、働いております。で、 Python 歴としては3年ぐらいですね、機械学習をやったり教授プログラミングをやったり、お仕事に使ったりいろいろしております。好きな標準ライブラリは ITER Tools でいろいろ便利なので使いますね。アットコーダーはケビンロボット34という名前でやらせていただいています。レートとしてはこんな感じで、現在青色で非常にこう頑張っているところになります。で、今日はですね、その強プロに関してお話しさせていただくんですけれども、やはり一番メジャーなのは C++ にはなってしまうんですが、近年 Python での参加者もとても増えております。で、Python の人気のポイントの一つといったら書きやすさだったり、そういう部分があると思うんですけれども、一方その強プロをやる上では、その実行速度が遅いっていうことはかなりネックになってしまいます。で、一方でその本質的にはやはり C++ が早いんですけれども、 Python でもいくつかのこう書き方を覚えておくだけでもかなり高速化が見込めて、それなりに戦えることがよく知られてますので、今日はそういったところを紹介できればなと思っております。で、具体的に紹介することは、その先ほど述べたような、こういう書き方をした方が早かったりする
だよっていう話だったり、あと PyPy っていう、Python からちょっと変えるだけで高速化できるっていう話を紹介します。一方で、紹介しないこととしては、NumPy や Numba といったライブラリーを使った高速化についてですね、こちらもかなり強力なものではあるんですが、今日は15分のトークになりますので、上記2つについて注目してお話を進めていきます。で、時間の計測に関してなんですけど、いろんなコマンドの時間をこう比較していくんですが、基本的に個人の MacBook Pro で、いろんな時間系のコマンドを使って計測したものになります。では早速なんですが、まず標準入力に関するお話をしていこうと思います。で、標準入力といったら、基本的にはその組み込み関数のインプットを皆さん使うと思うんですけれども、例えば今回ここに表示したような左側の、10の6乗の N が与えられてて、1から10の6乗までこう A がリストとして与えられるっていう大きな入力があった場合に、ただ単にインプットを使うのと、SIS の中の STDIN リードラインっていうものを使うのとで、実はかなり時間が変わってきます。どれぐらい違うかというと、僕のローカルでの結果なんですが、10の6乗ってかなり大きな行数を読み込んだ場合、上だとほぼ2秒ぐらいかかっていて、下のリードラインを使ったものだと310ms、0.3 秒で終わるという結果になりました。このように、標準入力って必ず距離プログラミングでやると思うんですけれども、非常にオーバーヘッドが変わってくるので、この sys.stdin.readline を使うだけでもかなり速くなります。これが一番この時間の差としては今回の紹介する中で激しいものになりますね。以上、標準入力の紹介でした。続きまして、基本的なデータ構造の計算量のお話をしたいんですけれども、これどういうことかっていうと、皆さんリストやディクトセットみたいな構造を使うとは思うんですけれども、気をつけておいた方がいい部分があるので、そこをちょっとまとめて紹介できればなと思っています。まずリストなんですけれども、皆さんご存知の通り、いわゆる配列的なものですよね。で、ランダムアクセス、つまりそのインデックスを使って A かっこ i みたいな形でアクセスする場合は、オーダー1すぐ取り出したり書き込んだりできるんですけれども、これも実はちょっと遅いって話はあるんですが、その他の操作をするときにちょっと注意が必要です。例えば、アペンドやポップといった操作は、末尾に行う場合には高速なんですけれども、その他の場所、真ん中だったり、先頭のアペンドやポップは遅いことが知られています。前に行くほど、リストの長さに比例するような時間がかかってしまいます。またさらに、よく使うと思うんですけれども、インやミン、マックスといった操作、このに書いてあるように、非常にシンプルに直感的に書いて、皆さんよく使うと思うんですけれども、こちらは、リストの長さに比例するだけの時間がかかってしまいます。だからフォア文1個、これに使っているようなイメージですね。なので、こういう操作をする場合には、リストが向いてないということになります。こういう場合は、実は次に紹介するセットやディクトの方が有利なことが知られております。で、そのままセットとディクトのお話に入りたいんですけれども、こちらは、いわゆるハッシュテーブルというデータ構造を用いて作られた、集合だったり、キーとバリューのペアを管理する構造ですね。で、C++ にもいわゆるセットはあるんですけれども、こちらは平行二分探索儀なので、全く別物であることにご注意ください。ハッシュテーブルになります。で、ハッシュテーブルなので、先ほどのリストと違って、インの操作、中に入ってるかどうかをチェックする操作がオーダー1で平均的にできるっていうことが保証されています。なので、先ほどのようにその集合の中に入って、そのインで入ってるかどうかっていう操作をたくさんしたい場合には、セットやディクトを使うっていうことを検討してください。このあたり、その最初勉強しただけで知らないと陥りやすい罠なので、ぜひ注意していただければなと思います。で、続きまして、リストの効率的な使い方っていう話なんですけれども、先ほど一瞬触れたように、リストの、インデックスを使ったアクセス、ランダムアクセスは、非常に遅いことが知られています。どういうことかというと、こちらに左側に3つ書き方をしたんですけれども、一番上のような A かっこ i みたいなアクセスが遅いっていうことになります。で、3つで本質的には同じようにリスト A を操作していると思うんですけれども、どれだけ実行速度が変わるでしょうかというと、実はこれぐらい変わります。結構大きな差ですよね。真ん中のやつだと一番上の普通のインデックスでアクセスするよりも3分の1の時間で済んでいますね。
このようにランダムアクセスは非常に遅いことが知られています。なので基本的には真ん中の for AI in A のような書き方でのループがおすすめです。まあ、一方で教授プログラミングだとどうしてもインデックスの i みたいなものが他の場面で必要とかっていうこともあると思うので、まあ、そういった場合には下段のエネメレートを使った書き方も考えていただければなと思います。以上リストのアクセスのお話でした。で続きまして、ソートに関連するお話なんですけれども、まあ、皆さん、ソート、教授プログラミングに限らずいろんな場面で使うと思うんですけれども、ソートにキーっていうのを指定できますよね。で、このキーでこういろいろソートの仕方を変えると思うんですけれども、リストのリストみたいな、二次元配列みたいなこうものをソートする場合、ただ純粋にキーに、この真ん中に書いたようなラムダ X、X1 みたいな風にするとちょっと遅いことが知られています。で、その代わりにこのアイテムゲッターっていうのを使うとちょっと早いよっていうのが知られてるんですけど、どれぐらい違うでしょうか。で、実際見てみるとこれぐらい違います。まあ、先ほどの標準入力とかに比べると差は小さいんですけれども、なんていうんですかね、リストのリストとかって結構その、まあ、中身が今回数字で用意したので、あまり複雑じゃないというか、比較にも時間かかんないんですけど、文字列とか入っているとそもそも比較も重くなりますし、まあ、なんかこういう場合にやはりアイテムゲッターを使ったりすると素早くソートできたりするので、頭の片隅に入れていただけるといいのではないかなと思います。で、いろいろな紹介をしてきたんですけれども、標準入力に引き続きましてかなり速度の高速化が見込めるのがこの Python と PyPy というお話になります。で、まずその PyPy について軽く紹介しようと思うんですけれども、これ何かというと安定な Just in Time っていう我々方式のコンパイラで、Python に実装されているほとんど全ての組み込みモジュールが、提供されているものになります。で、この JIT っていう方法のおかげでかなりその速度が速くなっているというものなんですけれども、一方でちょっとだけこうデメリットもあって、NumPy のようなライブラリは使用できないっていうところがあります。しかし、教授プログラミングでは基本、まあ多くの場合、NumPy とか、NumPy を使って高速化する方法ももちろんあるんですけれども、for 文とか while if みたいな、いろんなものをこう組み合わせて、まあアルゴリズムだったりデータ構造を実装して問題を解くっていうことが多いので、このほとんど全ての組み込みモジュールがまあサポートされていれば問題ないケースも多いんですよね。なので、イメージとしては Python で書いたコードをそのまま PyPy として提出するだけでもかなり速度が上がったりします。で、現在、アットコーダーとかで提供されているのは PyPy3 7.3.0 のものになりますね。で、その PyPy っていうものをじゃあどういうふうに使えばいいんやって話なんですけれども、アットコーダーとかそのコンテストプラットフォームで使う場合には、直接提出言語を選ぶだけでいいんですけれども、ローカルで使う場合に僕のおすすめは PyEnv っていうライブラリを使うことですね。PyEnv はいわゆる Python のバージョン管理だったり、仮想環境の管理をサポートするものなんですけれども、ここに書いてあるようなシンプルな PyEnv インストールとか PyEnv ローカルっていうのを書くだけで簡単にバージョンの切り替えをすることができます。で、ちょっともう今日は時間がないので、ここに立ち入りはしないんですけれども、まあ、詳しくは GitHub が、PyEnv の公式の GitHub が、解説が丁寧なので、ぜひ見てみてください。で、じゃあ、その Python と PyPy でどれぐらい違うんだっていうお話をしたいんですけれども、イメージとしては、for とか while が20以上になるような場合、かなり PyPy だと速くなるっていうイメージになります。で、ここではちょっとアットコーダーの、動的計画法の問題を一つ例にとって、僕が書いたコードでどれぐらい速度が変わるかっていうのを紹介したいんですが、この青枠で囲ったようなコードを提出するということを考えます。ちょっと詳細は省くんですけれども、フォア文が二重になっているようなイメージですね。まず最初、フォア i in range ってあって、その中に dp かっこ i の中でこう内包表記でフォア j っていうのがあるので、for i と j に関してこうループを回してるっていうようなコードになっています。で、今回のこのコードは外側の n が制約上10の5乗以下ぐらいで、内側の j が、100以下の k で回るような形になっているので、まあ、掛け算して10の7乗ぐらいのこうループが回るイメージなんですけれども、で、これを Python と PyPy 全く同じコードで提出しています。
そうすると、どれぐらい変わるかというと、これぐらい違うんですね。Python だと 1.7 秒、まあ、かなりギリギリ。一方で、PyPy だと343ミリセカンド、0.3 秒という形で、全く同じなんですけれども、かなり速くなるっていうことなんですね。で、今回この例だと、大体、アットコーダーの問題で2秒以内に計算が終わるかっていう話になるので、まあ、どっちでも正解できるんですが、これがもうちょっと重い問題だと、Python3 だと落ちちゃうけど、PyPy3 だと通るみたいなことが起きてきます。なので、この PyPy もあるよっていうのを頭の片隅に置いていただけるだけでも解きやすい問題が増えるのではないかなと思います。で、一方で、まあ、PyPy にもちょっと苦手な処理とかも存在はしていて、再帰関数を用いた処理であったりとか、まあ、文字列に関連する処理をたくさんする場合には Python の方が早いというような場合もあったりします。なので、まあ、一概には言えないんですけど、先ほどのようにそのフォア文とかワイルが二重になるような場合には基本的に PyPy がいいっていう感じです。まあ、しかし、まあ、基本的にはローカルで先ほどの PyEnv などを使って両方の環境を整備していただいて、まあ、手元で試して素早く終わった方を提出とかっていうのが安全なのではないかなと思います。で以上で、ざっくり紹介したいことは以上なんですけれども、まあ、リファレンスとしては、ハイパフォーマンス Python っていう本だったり、Effective Python あたりを読みました。あと、Python の公式のタイムコンプレクシティに関する記事であったりとか、あと先ほど紹介した PyEnv の記事なども、GitHub のリードミーとかも見ています。であとさらに、今日、その時間計測したら、するのに使ったコードは、自分の GitHub に公開しているので、もしよかったら見てみてください。以上で、発表内容とした終わりなのですが、何かご質問等ありますでしょうか。質問ある方、挙手をお願いいたします。一つコメントで、組み込み関数のインプットよりリードラインの方が早いっていうのはなぜでしょうかっていうものをいただいたんですけれども、そうですね、僕も正直、本当に細かい理由は分かってはないんですけれども、インプットの方には機能として、文字列を与えると、なんていうんですかね、こう何かを入力してくださいって書いて、後ろ、こう、なんだろうな、こう、不等号とか書いて、こう、カーソルが点滅して、そこにこう標準入力としてこう入れられるみたいなのがあると思うんですけど、なんかそういう、なんだろうな、文字列を受け取って出すみたいな機能が備わってるから、なんかそういうところのオーバーヘッドが重いというような、そうですね、プロンプトのところが、オーバーヘッドが重いというイメージがありますね。でもそれだけが理由なのか、ちょっとすいません、分かってはないんですけども、まあ、現実として速度はかなり違うっていうことになります。はい、遅いりますが、お時間になりましたので、終了でお願いいたします。はい、はい、じゃあ以上で発表ありがとうございました、はい、参加者の方は発表者のに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。画面共有切って大丈夫です。はい。